それではね、こちらノーマルの方を続きやっていきます。難しくなるのかな。相手の心中を忖度するでしょ。これ忖度簡単じゃん。レベル2の方が日本一興行収入が多い劇場映画は、これなんだろう。日本一興行収入、千と千尋じゃない。あ、鬼滅なんだ。へえ。トライアスロンの競技の中で、なにこれ、トライアスロンだよね。よくわかんないけど、ちょっとよくわかんないんだけど、なにこれ、消えてんだけど文字が。花の色は花そばしがあんだあんだあれなんだほんでおののこまち。押せないんだけど。壊れた。ちょっと待って。なに？私のスマホ壊れちゃったんだけど。胎児よ。なぜ踊る。母親の心が分かって。なにこれ、意味が分かんないんだけど。怖い。でも私ちょっと全然目が悪くて。イラスト屋やん。イラスト屋の広告。ボタンを100回タッチしていいよ。めんどくせえなこれ。カットかな。わあ、なにこれ。クイズ問題じゃないのこれ。絶対ビビりません。2回目はビビりません。安直なんだよな。こんなの何回やったってビビんないっす。はい、ビビりま。これさ、進まないんだけど、どうすりゃいいの。ちょっと待ってね。ただ押してるだけじゃダメだな。ここだ。ここをタッチしろってことだ。ここを100回タッチすればいいんだ。これ謎解きゲームだったんか、クイズ問題っていうよりか。なんかうっすら色違うもんね。ボタンのところ。白って200色あんねん。そういうことだ。で、これで100回タッチすれば、OK だと。うえーい、やったぜ。なんかじゃあ、雲行き怪しくなってきたけど、まあ、パート3に続くって感じかな。バイバイ。